はい。えー、っとね、えー、当選者インタビューについて、あの、ほぼノープランでやっていきますが、えー、っと、これね、10月号に掲載されたんだけど、9月号の、えー、予告のところで、えー、10月号の予告のところで、これ間違ってたんですよね。あの、これ、私これ、3口じゃなくて4口当たってんのに、3口って書かれてあるんですよね。ここがまず間違ってたっていうことと、が、一点ね、 ね。あと、前にね、あのー、ロトシックスの、ええー、4数字当たった時のものもね、届いたんですよ。まあ、これ、あのー、500円の図書カードですけど、はい。ってことと、で、これね、あの、10月号が掲載者の場合は、 こう、寄贈子っていうことで、あのー、主婦の友者から、あの、届いたんですよね。あの、ここ、住所とか、あれ、入ってるんで、付箋つけてますけど、寄贈子っていうことで、あのー、家に届いたんですよ。で、えー、こう届いたということで、で、これが私ですよね。はい。で、えー ちょっとね、あのー、数日間ちょっと時間を置きました。すぐ動画を上げたかったんですけど、ちょっと聞かれたこととか思い出しながら、ちょっとメモ、あのー、これ見ながらと、あと、えー、これ、えー、文章通りね、ちょっと進んでいきたいなと思います。あのー、解説していきたいなと思います。で、あのー、これね、あの雑誌売ってるんで、本屋とかで、えー、買われて、 変われれば、あの、私の年齢とか、あのー、わかると思います。まあ、ロトシックスの4数字当たった時とかも、あのー、こう、とお、その時にも、あのー、年齢出してるんですけどね。まあ、これね、あのー、年齢をね、出さなくても、あのー、いけたんですけどね。で、まあ、このように、えー、出てると。で、 そうですね、JRA の聖夜で行くと。で、年齢をね、出さなくてもいい、良かったんですけど、非公表もできたようなんですよ。で、あのー、この写真なんですけど、私、えー、編集であげるけど、この辺に今出してるかな。あのー、これね、2018年の写真使ってるんですよ。えー、っとー、 えー、エポカ道路っていう馬に出資してた時に、サツキシを撮ったね。で、サツキシの祝賀会の時に、えー、っと、の写真ですね。えー、で、やっぱね、モザイクかけた方がいいって言ってたんですよね。あのー、まあ、俺はかけなくてもいいって言ったんですけど、高額当選者の場合はモザイク大体かかってんですよね。この、ロトナンっていう雑誌。はい。で、これが私、コピー、マーキングしたやつと、マーキングしてないやつを送ったんですよ。 で、マーキングしたやつが、の方が分かりやすいってことで、多分、あのー、3等、4等、5等って、32口全部当選のやつですね。あのー、あとね、えー、銀行で関係した時のコピーとかも送ったんですけど、それは形成されなかったですね。まあ、あのー、順番に行きます。はい。 えっと、あんまりね、テロップ入れられないんで、あの、長い動画になっちゃうんで、ええー、度重なる怪我も超前向き思考で当たりにっていうことで、えー、まあ、届いたやや膨らみのある風潮、まああの、膨らみあったんですよね。このコピーだけでもいっぱいだったんで、で、あの、2枚ぐらい便箋書いたんですかね。で、あの、銀行で換金した時のコピーとかも、 えー、いくらいいかっていうのも、あの、入れたんで、すごい膨らみあって、あの、切手代すげえかかったんですけど、えー、高額当選の募集係と書かれた、それを開けると、ロトセブンの当選コピーがびっしり入っていた、手紙にはロトセブンの1回の抽選で、3等4等5等複数口当選で258万円当てたという内容が、えー、早速送り主に連絡を取り、電話取材となった。そうですね、まあ、 その、一ヶ月前ぐらいとかに、乗る、うん、インタビューする一ヶ月前ぐらいに連絡来たんですよね。あの、送ってすぐね、二日目ぐらい、もう編集部に届いたらすぐ電話がかかってきました。はい。まあ言ったと思うんですけど、で、あの、そっから一ヶ月ぐらい空いちゃって、あの、なかなか、あの、で、編集部の石川さんからまた電話がかかってきたんですよね。えー、で、 すいません、あのー、ごめんなさいね、つっ,って、あのー、だいぶ、えー、空いてしまってっていうことで、で、あのー、緊急事態宣言になったんですよ、まだ。で、緊急事態宣言になったんで、になっちゃいましたねっていうことを話してしてて、で、本当は中間点で、あの、どっかで、中間点がどこになるのかわかんないですけど、僕は愛知で、 えー、東京ですから。まあ、東京行ってもいいっていう話もしてたんですよね。あの、で、中間点で、本当は、インタビューやりたかったんだけど、緊急事態宣言になったんで、電話取材で、いうかチャっチしでいいですかっていうことで、あーあ、もうしょうがないですね、つって。まあ、僕はい、い行こうともや行けるんですけど、つって、新幹線乗ってでも行きたいって言ってたんですけど、えっ、ー、と、まあ、電話取材ということになったんですよね。で、 えー、その、いつだったら大丈夫っつって、えー、次の週の電話かかってきて、次の週の,の水曜日だったかな。っていう感じで、あのー、なら大丈夫ですよ。ということで、水曜日の1時から2時までの1時間だったかな。確か、そんな感じ。12時だったかな。1時、1時からかな。まあ、1時間、 えー、正確にはね、59分とか58分とかだったですね。電話の時間見てたんですけど。まあちょっと読みます。うん、えー、いや、そうそうしましたよ。監禁時をそう振り返るのは、今回の主人公 JRA の聖夜さん亀枝。それは、今年の5月の出来事だった。足をひねって捻挫をしてしまったんですよ。愛知県にある観光スポット、高覧系に行った時のことだった。河原でぐきっと。まあ これ言った通りですよね。あの、足ひねって捻挫したんですよね。その後に、ぎっくり腰が来て、ってことですね。歩くのも回らない状況が続いたが、ようやく治りかけたところ、今度はぎっくり腰になっちゃいまして、えー、捻挫した足をかばうようにバランスをとっていたことで、隣に、あ、あ腰か。腰に負担がかかったのが良くない、えー、連鎖となってしまったぎっくり腰で、治療費もかさんでしまいましたと。まあ、これ動画でも言ってましたよね。 えー、でも思ったんです。これ何か当たるんじゃないかって。えー、かっこ悪い。なんとも前向きすぎる発想。しかし、これが現実のものとなる。当たった時は夜勤でちょうど休憩時間に抽選ライブを見れたんですよ。まあ、そうなんですよ。で、4数字ぐらいまで見れてて、あのー、縦目だったんですよね。はい。えー、2と11だったかな。なんか縦目になっちゃったんですよ。で、そこで、えー、ところが休憩時間が終わる、 頃では、まだ4数字しか当選数字が決まっていなかった。ってことなんですよね。で、飯休憩、えー、夜の9時近くになって飯休憩の時に、あのー、見たんですよね、結果を。そしたら、飯が喉を通らなくなったって感じだったんですね。って言ったんですよ、えー。ここまでしか見られなかったんですが、その4数字に見覚えがあったんです。だから、ああ、いくつか当たってるなと。まあ、あのー、 僕が言った通りね、そのまま記事になってるかといえばそうじゃないんですけど、まあうまくまとま、まとめてくれたと思うんですよね、石川さんが。で、その後仕事に戻ったものの、どうにも続きが気になってしまった聖夜さん。そして次の休憩が21時前にやってきました。まあ8時に50分ぐらいから休憩だったんで、ですぐに当選数字を携帯でチェックしましたよ。 あれこれは当たっているなって確信に変わりました。その後、えー、朝方に仕事が終わり。まあ朝方っていうかね、まあそこまでやらないんだけど、本当は。えー、仕事はね、購入していったくじ券をチェックすると、めちゃめちゃ当たっていて驚きました。まあこれ、ノート持ってってるんで、僕、あの、仕事の時に解明。で、畳屋とかで見て、 チェックしてたらあれこれ3等4口あるなっていうのがそこ分かったんですよねだからちょっとここは違いますけどね文章とそれもそのはず購入した32通り全てあたり自分で確認したところでは3等が4口で4等が16口えー、次のページいきます えー、あと後藤が十二口でした。これは早く換金しなきゃと思いました。ところが、仕事が立て込んでいたこともあり、水穂銀行に行けたのは1週間ほどしてからだった。えー、その間、もう気が気が、気が気じゃないですよ。なくせないじゃないですか。だから肌身離さず持っていましたね。高額当選者ならではの体験と言える。ちなみに当選金はというと、現金で持って帰りました。まあこういうのを、あのー、受け取った時に、 あの、みずほ銀行っていうのが、愛知はそんなないんですよ。豊橋と名古屋とか、あの、大きいところで。だから、えー、ATM 自体が少ないんですよ。だから現金で持って帰ったと。あの、前にも言ったように、あの、手数でも900何本取られるということで。で、これ見本見本となってますけど、あの、私が、これ掲載される前に送られてきた銀行では見本っていうのはなく、 入れてなかったんですよ。入れたんだと思います。これ僕が送った写真ですね。はい。下タにしまってあるというと、千金がさっ札って。もうこれだいぶ減ってたんでね、50ないんですよ、ここ。50なかったんですよね。だいぶ使ってたけど。ただ、束は、あの、あの、ないやつあ、あったら、 写真あったら送ってくれって言うんで送ったんですよ。で、えー、就職氷河時代、転々として働き先。えー、帯が付いたさ、えー、束が2つ、あと58万円。銀行に封筒があるじゃないですか、あれに入れてくれたんですよ。えー、意外に入るものだなって感心しましたと。で、無事に換金、えー、を終えることができた聖夜さん、えー。現金を受け取ると実感が湧いてきましたね。幸運のあたりを。 えー、手にした聖夜さん、聞けば相当な苦労をされていた。就職氷河期の世代ですよ。新潟県出身の聖夜さん、学生時代を東京で過ごし、就職先は東京近郊のうどん店だった。これ、綺麗屋っていうところですね。あの、パワハラがあったっていうことで、あの、そういうのも聞かれたんですよ。まあ、時系列いろいろ聞かれてたんですよね。そもそも、えー、どうや、えー、初めに買ったな、ナンバーズとか、ロードは何、 とか、そういうところまで聞かれるんですよ。で、天使から手が出るのは当たり前でしたね。今だったらアウトですよ。まあ、これ別の動画でやるんですけど、えー、パワハラあった時代の、ネタ。えー、また違う動画でやりますけど、ひどかったですよね。聞けば1日14時間労働で残業代もなし、明らかにブラックである。まあ、14時間ぐらい働いたことがあるんですよ。えー、で、 えー、31日ない月は、えー、7.5時間しかつかないんですよ。31日ある月が7.25時間だったから、うん、っていう会社だったんです。14時間働いて、そんだけしかつかないと。で、1ヶ月、まあ、それ、その時にやるか。1ヶ月に、1日休めたか休めないかっていう時があったんですよ。 8ヶ月で辞めましたよその後は派遣で工場勤務や警備員など転々と仕事が変わっていったという、まあ、警備員とかやってたっていうのは、あのー、リーマンショックの時に、あのー、2週間行って、えー、リーマンショック後に、えー、明日から来なくていいって言われたっていうことがあったんですよでそれも話したらああ本当にそんなことあるんですねっていうふうに、えー、石川さんが言ってたんですねで石川さんも バイトさ、な、なんか、編集部の、うん、編集長なんですけど、あの、この、ロトナンの編集部やるまでは、バイト結構したって言ってましたね。35、6歳までそんな感じでしたね。就職氷河期を経験した方ならわかる境遇だろうって言って書いてくれてるんですけど、石川さんもほぼ同世代なんで、あの、あんま変わらないんで、あの、その就職氷河期、あの頃、うん、全然、し あのー、仕事とかも決まらなかったよねっていう話をしてたんですよ僕も 50, 50社ぐらい受けて、えー、決まったとこがそ正社員で決まったとこがきね屋っていううどん屋でブラックだったっていうことですよねもう時間に帰ろうかと考えていた時期だったんですえっ、ー、と友人にある自動車メーカーでの帰還考を進められたんですこれいすゞですね栃木のいすゞの、えー、まあこれも別の動画でやるんだけどえっ、ー、と藤沢に 神奈川の藤沢にも椅子図あるんだけど、栃木の椅子、えーえー、図の、えー、小型エンジン組み立て可能2班っていうのが一番きついですね。これまた別の動画でやろうかなとは思ってるんですけど、飯休憩ない、えー、10時、えー、10分休憩、えー、2, 2回あるんだけど、それもなしでやって、 ライン止めなかったっていう日がやったあったんですよ。あの、一日だけね、やばい日があったんですよ。あの、人間の、人間じゃ絶対止まるっていう <laughs>、ロボットじゃないと、えー、絶対止まってしまうっていうラインをの日があったんですよ。だけど、その日止めなかったんですよ。飯も食わずに、10分休憩もせずにずっと動き続けて、これありえないことなんですけど、 もう、それで止まんなかったっていう日があって、称えられたんですよね。終わった後。よくやった、みたいな、チームで。ありえないですよね。でもそうじゃないと、もうだから冬でも潮になるところだからあ、汗がね。地獄ですね。セイント、セイントになるような人しかいないっていうか、俺の今の年齢だったら多分動けないから、もうやることはないと思うんですけど、そういう時があったんですよ、機関校で。 で、職場は栃木県だったが、意を決して引っ越しして働いた。この頃もくじはたまに買っ、えー、程度で買っていたが、大きな当たりもなく、えや、ー、めていた時期もあったという。帰還後が2年11ヶ月で満了になったんですが、そこで知り合った人に新しい仕事を紹介してもらったんです。まあ、栃木でまたね、その、帰還後終わった後に、栃木で別のところで働いたんですよね。はい。まあ、それはいいか。あの、 花火系のところで。で、えー、聖夜さんの人ぐらい働きっぷりを見てくれるという人がいた。愛知県にいる会社なんですが、今もそこで働いてますっていうのは言ったね。なんとその会社では、それまで派遣で転々としてきた生活にピリオド薄い、正社員として働いているという、収入も安定してくじも、えー、再開したという感じです。客観的に見えると非常にご苦労されてきたように思えるが、そんなことを、えー、美人にも感じさせない聖夜さん。こういった人間性も、 当たりを引き寄せている要因なのだろう。生活が安定してからは、えー、競馬にも手を出しましたけど、そちらは全然、まあ、競馬はずっとやってたからね、東京にもいる時には。で、そこでどうせ当てるなら、当選金の大きなロトに絞っていったとか、しかし今回の当選権を見ると、買い方は結構派手な気がするがって書いてありますよね。えー、ギャンブラー的な買い方結構好きなんですって書いてあった。けそれ言われたんですよね。 聞けば競馬をかじった時に覚えたフォーメーションという買い方。フォーメーションって、買い目でやってるから、買い目っていうのを、あの、このリモート電話で伝えるのが難しかったんですよ。だから、例えば1着は固定で2着に数筒を選び、同様に3着にも数筒を選ぶというマルチな買い方をしたが、これをロトにも応用しているのだろう、だそうって。 いくつか軸になる数字を決めて、その軸の組み合わせという感じです。あの、抽選数字で、どうやって当てたんだって言った時に、僕、その時14、5月19日は14本目にしてたんですよ。だけど、当選コピーこれ見たら、あの、これ軸一つだけじゃないですよねっていう話になっちゃって、いやまあ、それがちょっと難しかったんだけど、リモートだと。 フォーメーションって言ったんだけど、まあちょっとそれ説明したいんですけど、あの、説明がうまくいかなかったと。軸数字がうまく当たれば大当たりのオンパレードになるというわけだ。今回の複数口倒産を見れば、同じ数字が多く買われていることがわかるだろう。数字選びに関して詳しく聞いてみたいところだ。基本はデータです。えー、で、ここで違うんですよね。本社のロートのデータ本を活用しています。 左書籍写真ってなってるんですけど、この写真、これね、だから電話だとこれになっちゃうんですね。あの、これ、一回も使ったことありませんし、持ってないです。あの、俺が言ったのは、あの、こういうやつです。と、2019年のやつも、と、2020年のやつも。今はもう使ってないけど、最初はこれ参考にしてたっていう、これのことを言ったつもりなんだけど、 2019年のどっか行ったなちょっとすばましいえっ、ー、とまあ電話で言ったんですよあの最初この最後の確認の、えー、これ掲載する前の書類、えー、送られてきたコピーのやつだとここは載ってなくてあれこれ写真ってどのやつ写真使う載せるんですかって言って言ったんですよでここら辺に空いてるスペースに載せるって言ってたんですけど まさかこれだとも思わなかったんですよこれは思ってないんですよ、正直。実際には先ほど見せたやつなんですけど、次に出る数字は引っ張り、スライドといった気温データを主に活用しているという、えー、数字に迷った時は縦目になる数字を選びますね。ここね、電話だとうまく伝わらなかったですね。縦目初めて聞く言葉だ、えー。カバラってあるじゃないですか、ば,ばらした数字を足していって1桁になるまでやるやつです。例えば15という数字は1と、 5を足して6同様に24も2と4を足すと6になるがこのように足して同じ数字になるものを縦目と呼んでいるそうだ違いますねこれねあの解明でフォーメーションやってますよねあの僕が軸ででこうやってやってるやつあるじゃないですか 伝えたはずんだけどあのそういう風に捉えられたとまあカバラはそうかもしんないけどこれ縦目はそういうことでこの縦目を言ってるんでこ,のこれを縦目って言ってるわけじゃないんですよね伝わり方が難しかったんですよねでやっぱりリモートなんでねうんで興味深い方法と言えるもちろんデータだけでなく気になった数字も買ったりしてますよ加えて 売り場との相性もあるという。売り場というか、販売員さんですね。この人から買うと当たるってなるじゃないですか。確かに同じことを言う、えー、高額当選者は意外と多い。まあ、前にも言ったように、えー、一番、これ目、目もちょっと見ていいですか。一番当たる人は宮崎さんっていう人で、 えー、二番目は鶴賀さん、三番目は伊藤さん、四番目は近藤さんっていう人が当たんないって前言ったかもしれないですけど、えー、そういう販売員のことを言ったんですね。で、えー、他にも当てるためにやっていることがあるそうだ、趣味は神社仏閣巡りですね。聞けば、姫を見つけては興味を持った神社。 仏閣へ行くのを出そうまあそれは言ってましたよね、えー、城にも興味がありますね山城とか実は258万円が当選する前あることを行っていた10社ほど神社仏閣を巡って当選祈願したんですよでこれねでもあのー、聞かれたんですよ10社で祈祷したっていうの祈祷とは書いてないですけどこれには祈祷したというのは言ったんですよでえー、これ 本当は自分の住所とか名前入ってたんですよ。あの、入ってたんで、この最初に送られてきた、これで大丈夫ですかっていうふうに、あの、えー、ポストに、えー、お送られてきた時に、あの、俺の名前入ってるんで、ここ、住所とかバレちゃうんで、ぼかしてくださいって言われて、ぼかし入れてもらってます。あの、寄贈してもらった時って、住所と名前入れるとこ入れるんで、 あの、金運上昇ロドシルセブン高額当選っていうのは、海中稲荷神社でもやったじゃないですか。えー、なので、ここぼかし入れてもらってます。で、アスケ八万宮とかで、アスケ行った時に足ひねったって言ったじゃないですか。もうこれでもね、昨年のことなんですよね。昨年10社で終わってるんですよね。あの、きっと。それ行く前、あの、当たる前なのか、当たった後に行ったのかっていうのを市場に聞かれて、 今年のことじゃないんですよね。今年の5月に当たってるけど。だから、あす八幡宮、愛知県、えー、豊田市になるのか。都合神社、えー、伊賀八幡宮、たつき神社、六所神社、愛知県岡崎市、えー、高田神社、愛知県小牧市。高田神社は、あの、受けで行ってるようなもんなんで、あの、えー、祈祷 <laughs>、男性儀にまつわった、えー、を拝んでる神社ですよね。 で、金と書いて、小金神社あ、岐阜県岐阜市、まあ、これ、あのえー、っとさ、月末30日だから31日の月に、えー、金色の御神もらえるところですね。で、海中稲荷神社、ここで、俺ロ、うん、東京都新宿区あの、新大久保のところですねあ。これ言ったんですよね、金、え祈、ー、祷とおー、名目はロートセブン高額当選とかもやってもらえると。 他のととところだだ金運とかででも NG だったりすするんですよ。海運ができても海運とかで、芝大神宮、これあの、ロトランのクルージングのツアーで本当は行くところだったんですよね、前言ったかもしれないですけど、で、コロナがあってクルージングだじゃないですか、あれは、で中止その後イベントが自体が中止になったってことで、あ本当は行く予定だったのに。あの 申し込んでたのに行けなくなったから自分で行ったっていうことを言ったんですよね。ああ、の時は申し訳なかったですね、つって。状況が状況だからね、っていうふうに石川さん言ってましたね。で、この八万宮、東京と渋谷区、これ、そうですね。で、それぞれ金運にご利益があったり、海運だったりと調べていきましたって書いてありますけど、まあ何がどう作用して大当たりを呼び込んだのかはわからないって書いてあるじゃないですか。じゃあ、そういったのも影響したんですかね、っていう。 ふうには言ってたんですよね、まあ、ただ、まあ、いろいろやってたんでね、金ング使ったり、パワースポット行ったりとか、ただこれは紛れもなく当てるために行った努力であるって書いて,書いてくれたんであの、これは間違いないです。僕が努力し,し,しましたし、はい、データだけじゃなくて、当選者にはできることはやるという人が多いが、聖夜さんも例外ではなさそうだと、え神社でご支をいただくんですよ、ある時期でないと。 いいただけないご親とかもあって奥が深いんですよ素晴らしい趣味であるっすいやこって書いてあるんですけどあいい趣味ですねって言うよく言,う言われましたよあのパワースポット当選金で何使っ何か買いましたかって言われた時にいやこれからパワースポット巡りとか、えー、するためにお金使おうと思ってますで推奨員で、えー、金具使ったりとかって言ったんですよ で、これね、本誌でも広告を入れてくださっているってこれなんですよ。推奨員。だから推奨員で俺買ってるのは間違いないんですよ。財布とかも買ったし、あの、ブレスレットとか。これ、この写真は推奨員一切ないですからね。あの、推奨員さんの関連グッズをよく買うという、運気が上がりそうな絵であるって書いてあるじゃないですか。ここに、 何も推奨員の写真は一切ないです。ただ、あのー、締め切りも近かったというのもあるし、えっ、ー、と、ここだけお願いしただけですね。自分の名前と住所を、えー、ぼかし入れてくれと。ここも言ったらまた写真を送らなきゃいけないのかもしれないし、なんか、えー、その、 石川さんの方も手数、お手数かかるなと思って、ここはそのまんまで行っちゃえと思って行っちゃったっていう感じです形ですね。このクリスタルの竜とかは、あのー、大阪の、大阪城の1階の方で、えー、ある売り場で買ったんで、あのー、こういったやつですよね。はい。こういったやつですよね。はい。 で、何かやってるルーティーンありますかって言って、この、これに水を入れて、水杯に水を入れて、あの、神社と同じように、竜のところに二礼、二、えー、拍手、一礼やってるって言ったら、わあ、それ、それも、もあの、やることが違うなと。あの、神社でやることじゃないですかみたいな感じで。なんか、特別に何かやってるルーティーンあるかって言って、で、この木箱、 え、これあれですよね。初詣で行ったのが分け声神社だったんで、これに入れてますよっていうことで、開けてね、こういう、あの、伊藤当選できますようにとか、こういう中身とかも見せて写真を送ったんですよ。何枚か撮って写真を送って、これを置いたやつが載ったってだけですね。この輪郭見せるためにこう撮ったりとかもしてたんですよ。だけど、 こういう写真。まあ、これも何枚か送ったんですよ。えー、で、これも何枚か送って、これも何枚か送って、で、えー、っと、海中稲荷神社で祈祷したときに、これがもらえるっていうんで、これも送っ、この写真も、祈祷した時にもらった写真も送ったけど、それは乗らなかったですから、ね、乗せてもらえなかったんですけど、 えーっと、ここまでか。素晴らしい趣味である。で、そんなせいやさんに今後の目標を尋ねてみると、えー、ロトシックで3等以上を当てたいですねってまた言ったんですよ。本心じゃないです。本心は1等です。本心は1等なんだけど、とりあえずまた、ちょっとそこ、あのー、謙虚に、謙虚にまた、ロトシックスで3等、3等以上って言ったかな。 ああ当てたいですねって言ったんです、ね、本当は1等ですけどね。奥しかない、奥ですけどね。そう、電話の向こうで笑いながら話してくれた聖やさん。案外その目標は早々に達成されてしまうのかもしれないって書かれてあるように。ああ、3等は達成できると思います。<laughs> と思ってますけど。で、ちょっと補足で、えっ、ー、と、えー、フォーメーションの畳みやったしと、そうですね。あと、石川さんから学んだことっていうのがあるんですよ。 はい。石川さんから学んだことっていうのがあって、あの、高額当選者インタビューいっぱいされてるじゃないですか、あの方。はい。で、自分なんかは、あの、その、当選記念何買ったって言われた時にあんまり買ってないっていうふうに言ってたんですよ。次に当てるための、えー、 まあ、あの、ゲームで課金したとか <laughs>、課金したりとかをしてたんで、そういうことは言わなかったんですけど、えー、っと、AV とかアダルトグッズとか分かったりとか、えー、札束のダミー買ったじゃないですか、当てるための、これ、えー、見てこれを取りに行くんだっていうモチベ上げるために。で、あの、よ、その時に石川さんに聞かれ、何回か聞かれたんですよ。 えー、当選金何人使いましたかなんか買、買いましたかって俺、さっきも聞いたように聞かれたんですよ。で、あの、やっぱり、当たった後に、あのー、転落してた人を何人かは、あのー、の本読んだことあるんで、宝くじ当選した人に。で、俺そういうふうになりたくないなと思ってて、っていうふうに言ってて、あのー、まあ、自分も、 ナンバーズ4をストレート87万八王子にいる時に当たったことあるんだけど、もう全部使っちゃったりとかしてたこともあったけど、まあ、あの、そうなりたくないと言,言ったんですよ。そうしたら石川さんが、あの、インタビューとか話とか今まで何人かしてきたけど、あの、当たった人って、その後もそんなあの不幸になってないって言ってましたね。で、それを聞いて俺、 否定,さ否定されたんですよ。それを聞いて、あっ,っていう風にちょっと思って自分救われたかなっていう感じになったんですよね。で、ただ、一人だけ愛知の人で、同じように愛知なんですよね、その人も。愛知の人で高額当選して、あのー、転落っていうか株をやってダメになった人がいるっていうらしいんですよね。はい。なんか、 そういうし、その人ぐらいで、あと全員はみんな幸せに、あの、当選した、合格当選した人を知る、暮らしてるっていうふうに言ってましたね。うん。で、それ聞いて学びましたね。で、その時に、ちょっとあの、自分が本で読んでるじ情報と違ってたんで、ちょっと、そう、ちょっと強めに言われたんですよ。石川さんに。 あのー、インタビューしてきたたからだろううと思うけど断言されたんですよその時にシーンとなって、あの、聞きず、そ、ちょっと話が止まってしまったんですけど、あそういうことがありましたね。えー、っと、あと、インタビュー前に、あのー、のい、1ヶ月前ぐらいに、ワクチンの話とかしてたんですよ。その、えー、インタビューになる前に、一回電話かかってきた時かな。で、ワクチン、 えー、あうちらの方は1回目打ちましたよっていう風に、石川さんの方が言ってて。で、僕はその時まだ1回も打ってない状態だったんで、あ、職域っていうのをなんか編集部でもやってるらしいんですよ。もう2回目終わったと思うんですけど。で、ええー、その、最初に時系列とか色々聞かれたんですよね。あの、宝くじ初めて買ったのはっていう、あ、高校時代に、あのー、 売り場あったんですよナンバーズっていうのが流行って1回買ってダメでっていうのでし,しばらくやってなくてあ高校時代後輩がやってたんで買ったとであの専門学校時代に、えー、やったんですよね僕でナンバーズ4で11万当たったことがあるんですよえー、っとみぞほ銀行に専門学校検視庁だったんで東京法律専門学校だったんで、えー、休憩時間に えー、みずほ銀行行って換金してきたと。10万超えてるんで。で、そういうことがあったっていうのを話してたんですね。で、えー、っと、最近、これ当たるまでは最近なんかでかいのはあったのかって、えー、そんなでかいのは当たってなくて。で、あの、その前の号かその前の前の号ぐらいにロード6で、あの、お便りで、で、4数字、 当ててててたたの送っっっんですけどって言ってああ、そうですかっていうことで、あの、まあ、送ってたんだけど、誰が誰だか把握してなかったと思うんですけど、えー、先ほどのね、あの、えー、図書カードを見せたように。で、あとはミニロトで3と当たったぐらいなんで、それまでは大きい当たりがなかったっていうふうに言ってたんですね。で、当選金。 えー、当てた時に職場の人に、えー、言ったんですかって言うと。あ、言ったんですけど、あの、で、なんかおごってくれとか、高がられなかったですかって言って、で十数ぐらいおごおりましたっていうふうに言ったんですよ。まあ、十数ぐらいおごったんですよ。で、あと、まあ、周りの人が稼いでるから、うちの職場は、あの、潤ってるから、そんなに言い,言い寄られなかったですねっていうことを言ってました。僕より稼いでる人いっぱいいるんで。で、 これね、あの、厳選税っていうのを引かれて、あの、5万円なんですよ、インタビューの、えー、えー、謝礼っていうのが。で、厳選税引かれて4万4800円なんだけど、10月の頭に振り込まれるって言われたんですよ。10月号出て、えー、10月の頭に振り込まれるっていうことで、えー、らしいです。あの、私の場合は200万以上だったから、200万円以下、 の場合だったら、えぇ、ー、3万円っていうのがシャレなんで、2万円いくらになるんですかね。ちょっと現世全然、あの、えー、計算できないですけど。そうですね。で、あと、そうですね。えー、っと、いや、ロトセブン、すごいですよって言われたんですけど、当たった人。いや、私はむしろ、あの、ナンバーズ名人で、ナンバーザ、 当てる名人の方がすごいですよって言ったんですよ、ナンバーズの方が分かんないから、いやいや、ロトの方がすごいですよって言われたんですけど、あのまあ、これ、多分人によって合う、合わん、向いてる、向いてないってあるんじゃないですかねっていうことで,で、僕の場合はロトセブンの方が合ってると思ったんで、ロトセブンに絞ってい、えー、ったっていうことですね、やはり絞って本格的にやったのは2年目っていうことを言ったんですよね。3年目だけど本格的に セブンに行ったのは2年目と。で、ロードを始めたきっかけとかは、それ言ったか。あと結婚してるのか、結婚予定はみたいなの聞かれて、あ、あの、別れましたって言って、まあ、ずいぶん前だけど、結婚したいはしたいと思ってますっていうことで。で、専門学校時代の話とか時系列で聞かれたんですよ。あの、仕送りほとんどしてもらってて、忙しくてバイトもできなかったと。 で、終わり頃しかバイトできなかったって言ったんですけど、で、それで、お金欲しさに、ナンバーズとかをやってたって言ったら、あ、親孝行ですねっ、つって、いや、そ、そこじゃないんですけどね、なんか、聞き間違えたのかわかんないんですけど、親孝行ですね、みたいな風に言われて、まあ、その時にナンバーズ4、11万と、えー、いうことですよね。で、あとは、えっ、ー、と、 アスケ八万宮で足ひねったって言ったんですね。で、山城でアスケ城っていうのに行ってたって言ったんですけど、ああ、あの、や、小屋みたいとこですねって言って、あ写真見たことあるんかわかんないですけど、ああ、そうですっ,つって言ってたんですけど、で、今後どこ行きたいかっていうのを聞かれたんですよ。パワースポット。で、えー、伊勢神宮とかですかねって言ったら、石川さんが、あ近いじゃないですかって言って、まあ、未だに行けてないんですけどね。えー、行こうと思ってます。はい。リアルにね。 本当は東京とかのパワースポット行きたいとこいっぱいあるんですけど。えーっとね。で、パワースポット巡り行ってるときに、この、水曜までに返事ください。メールくださいっていうことあったんです。これに乗せるために。で、パワースポットで三河東郷っていうとこで僕行ってたときにド画開けたけど、あのときに電車の中で飯田さん乗ってるときに、あの、そうですね。これは、 推奨員のグッズじゃないって言ってたんですけど、ここだけ直してくれっていうのを言ったんですよね。で、あと、えー、この写真のことは言ったんだけど、まさかこの、この、これ持ってないんですよ。うんちょっと、2021年のって出てるんですかね、これ。で、冊なんですかね。ちょっとわかんないですけど、この写真になってたということですね。で、そうですね。ちょっとメモを見せて。 見ながら、えー、ちょっと進めたいんですが、えっ、ー、とね、あとね、フォーメーション行ったから、石川さんから学んだこと言ったし、えー、っと、そうですね。あとは、えー、っと、当選金で大きなものを買わない、買い、えー、買い方派でと言われた。あ、これも言ったか。あ、病院代とかが加算だっていうのは言ったんですよね。 で、これでも結構、抑えた方なんですよって言ったんですよ。あの、この、金額が結構、一度に買ってるのは。まあ、いつも <laughs>、でかく買ってるんだけど。で、あの、月にどれくらいか使うんだって言ったときに、ああ、いや、そんな、あの、2、3万、え、3万ぐらいです、みたいな風に、嘘言っちゃったんですよね。1回に2万とか使うときがあるわけじゃないですか、僕の場合。今狙ってってるから。まあ、 あので、当選後も金額変わってるか変わってないかって言って、あんま変わってないみたいな風に言っちゃったんですよね。勢いで。あの、当選、まあでもあんま変わってないかもしれないですけどね。まあもともと使うとき使うんでね。あの、で、よく当選、あ、高額当選した後金額がでかくなる人がいるって言ってたんですけど、まあそういう話もしてたり。えー、で、あとね、なあ,あと何があったかな。 えーっとし、緊急事態で、えー、っと。で、石川さんね、終始ね、感じいい人でした。あのー、写真とかでも見たことあるんですけど、イメージより良くなりましたね。はい。もう、すごい、あのー、いい感じの人で、はい。でしたね。ええー、と、あとは、そんなところですかね。はい。えー、 そんなとこですね。はい。ちょっと今、<laughs> メモ見ながら、何聞かれたか思い出しながら、えー、やってましたけど。はい。えー、裏話としてはそんな感じです。はい。えー、以上です。はい。まあ、次はね、これを奥取った時に、えー、乗りたいなと思ってます。はい。えー、今回は以上です。